グヤーシュスープハンガリー料理、マジャル料理は、ハンガリー国内及び主要な民族である、マジャル人独自の料理である。伝統的なハンガリー料理は主に、肉、調味した野菜、果物、焼きたてのパン、チーズ、及び蜂蜜を用いる。ハンガリー料理は、数世紀の歴史を持つ調味法や、調理法に基づいている。ショプロンで供される塩味の小牛肉入りパンケーキ、 ポルトバージパラチンタハンガリー人は、特に、スープ、デザート、ペーストリーと、グイリのパラチンタを愛し、同じ料理についても、地方の間に激しい競争意識が見られる。例えば、ハンガリーの辛いカワウオのスープ、ハラースレーは、ハンガリーの主要な2つの川、ドナウ川とティサ川沿岸において、調理法がそれぞれ異なる。他の有名なハンガリー料理には、 のけどりを添えて供されるパプリカーシュ、フヤーシュ、ひいたくるみを振りかけ、フランベしてから、ダークチョコレートソースを添えて供されるグンデルパラチンタ、およびドボシュトルテがある。ハンガリー料理において、地元では普通とされるものの外国人から驚かれる。特有の二つの要素は、フェーゼレークと呼ばれる野菜のシチューと、ヒデグメッジュレベシュのような、冷たい果物のスープである。肉のシチュー。 キャセロール、ステーキ、ローストした、豚肉、牛肉、カキン、ラム、狩猟肉、および、ハンガリー風ソーセージおよびテイリサラーミは、ハンガリー料理で主要な位置を占める。一つの料理に異なる種類の肉を混ぜることは、ハンガリー料理の伝統的な特徴である。グヤーシュ、テルテットパプリカ、テルテットカーポスタ、ファターニエロシュには、牛肉と豚肉、あるいは洋肉を組み合わせる。 非常に高価な料理では、プラムや、アンズのような果物が、肉、辛いソース、主猟肉の詰め物、ローストや、薄切り冷肉と共に調理される。また、様々な種類の麺やダンプリング、じゃがいも、ベーが副菜として供される。ハンガリー料理では、幅広い種類のチーズが使われるが、最も一般的なチーズは、トゥーローという配る国に似た、フレッシュチーズ、クリームチーズ、ユートゥロー、 オルダ、エメンタルチーズ、エダムチーズ、および、ハンガリー産のトラッピシュタや、パールプスタイである。ドゥナウントゥール地方は、古くからガチョウ飼育が盛んで、フォアグラの大産地でもある。セゲドの唐辛子唐辛子、ラード、および、紫玉ねぎの組み合わせ、および、テーフルと呼ばれる濃いサワークリームの使用が、ハンガリー料理で、一般的である。ハンガリー料理は、 唐辛子の使用により辛いものが多く、ハンガリー料理がヨーロッパ生まれの料理で最も辛いとも言われる。唐辛子の他に辛くないパプリカもまた日常的に使われる。玉ねぎは生のまま、あるいは煮たり炒めてキャラメル化してから用いる。この他に一般的な風味付けにはニンニク、パセリ、ひいた白、または黒胡椒、粒黒、胡椒、ローリエ、リル、 マジョラム、粒、またはコニヒータ、キャラウェイ、タイム、マスタード、タラゴン、ス、セイボリー、ラベジ、クリーピングタイム、チャービル、レモンの果汁及びカヒ、アーモンド、バニラ、消し実お及びシナモンが使われる。この他にワイン、コリアンダー、ローズマリー、ジュニパーベリー、アニス、バジル、オレガノ、オールスパイス、ホースラディッシュ、クローブ、メース、およびナツメグが使用される。 パプリカーシュチルケノケドリベルハンガリー料理はマジャール人の歴史に影響されてきた。ハンガリーの食における肉の重要性は家畜の重要性とマジャール人の遊牧民的な生活習慣により明らかであり、クヤーシュのような火で調理する伝統的な肉料理に反映されているを意味する。煮込み料理、ペルケルトや辛いカワウオのスープ、ハラースレーは伝統的に屋外で火にかけて、 ボグラーチで調理する。15世紀に、マーチャーシュ一世とナポリ出身の日ベアトリクスは、イタリアで交流していたルネサンス文化に影響され、ニンニク、生姜、メース、サフランおよびナツメグや玉ねぎのような、新しい調味料や、香辛料や、果物を詰め物に用いたり肉と一緒に調理する、料理法をハンガリーにもたらした。これらの香辛料のうち、生姜やサフランは、 現在のハンガリー料理ではもはや使われていない。これ以降、非常に多数のサクソン人、アルメニア人、イタリア人、ユダヤ人、セルビア人がパンロニア平原とトランシルバニアに移住した。オスマン帝国領ハンガリーの時代には、様々な古典的トルコ料理の要素が取り込まれた。テレクメーズと呼ばれる白い犬が、マルメロの菓子、ロクムヤハルバ、トルココーヒー、ベーグリと呼ばれるケーキ。 トランシルバニアに見られるピラフのような米料理パドリジャーンシャラータドルマに影響されたテルテットパプリカやテルテットカーポスタのような肉と野菜の料理などがこれに当たる。また唐辛子はオスマン帝国時代に伝来した。そしてハンガリー料理はオーストリアハンガリー帝国のもとオーストリア料理の影響を受けた。料理及び調理手法がオーストリア料理から取り入れられ。 またグヤーュのように、ハンガリー料理が逆に、オーストリア料理に影響を与えた例もある。ハンガリーのケーキと菓子には、ドイツ・オーストリアの強い影響が見られる。現在のハンガリー料理は、古代アジアの要素に、ドイツ、イタリア、スラブの要素を統合したものと言われている。ハンガリーの食文化は、ユーラシア大陸の食文化のルツボであると考えることができる。 ビルシュリのマスタード添え、アルマーシュレーテシュハンガリーでは、多量の朝食をとる。ハンガリーの朝食は、焼きたてのパン、または、トースト、バター、チーズや様々なクリームチーズ、トゥーローやクルズット、ハムのような薄切り冷肉、ベーレシュフルカ、マーイクレーム、または、ケネーマーヤッシュというレバーパテや、レバーソーセージ、ベーコン、サラミ、牛タン、モルタデッラ、ディスノーシャイト、カバノス、 ブルーブルストのようなソーセージや様々なハンガリー風ソーセージで作るオープンサンドイッチが一般的である。卵料理、ブンダーシュケニエールと呼ばれるフレンチトースト、野菜もハンガリーの朝食の定番メニューである。牛乳、紅茶、またはコーヒーと菓子パン、キフリ、シュトルーデルといったペーストリーにジャム、または蜂蜜を添えた朝食、または ミューズリーのようなシリアル食品の朝食もある。子供はテーベリジュやテーベグリーズにココアと砂糖をかけた朝食を食べることもある。朝食には熱い飲み物が好まれる。フォークで食べる朝食を意味するビアーシュレッゲリは特別な行事の日や休日に食べる量の多い贅沢な朝食である。しばしば客を招待し、デビルドエッグ、冷たいステーキ、冷たいサラダ、鮭のオムレツ、 パンケーキ、クルーズット、キャビア、フォアグラ、果物のサラダ、コンポート、フルーツヨーグルト、果汁、シャンパンとペーストリー、ケーキ、クッキーが供される。昼食はツ日で最も重要な食事であり、通常複数のコースからなる。魚、卵、あるいはレバーなどの冷製、または音声の前菜から始まり、次にスープが供され、主菜が続く。主菜は、 甘いペーストリー、または肉料理とサラダでデザートが続く。最後に果物が出ることもある。ハンガリーではパラチンタは主菜とされ、朝食としては食べない。サラダは常に肉料理と共に供され、レタス、トマト、キュウリと玉ねぎをあえたものか、またはビネグレットソースであえたキュウリの薄切りである。ロシアサラダやポテトサラダは茹でたジャガイモ、野菜、 片茹で卵、キノコ、肉や魚の揚げ物や茹で物をビネグレットソースやマヨネーズで和えるか、ゼリーで寄せてアスピックとしたもので前菜、または主菜となる。一部の人や子供は午後にウソンナと呼ばれる軽い食事として通常オープンサンドイッチを食べる。夕食は昼食に比べて重要な食事ではなく朝食に類似しておりオープンサンドイッチとヨーグルト、または ビルシュリとバンズのホットドッグが通常で、食後にデザートとしてケーキやパンケーキを食べることは稀であり、単品の料理で済ませる場合が多い。クリスマスには、ハンガリー人は、ハラースレーを食べる。ガチョウ、七面鳥やアヒルのローストとテルテッドカーポスタを、競することもある。クリスマス菓子はクルミや、消しの実を巻いた焼き菓子ベーグルやサロンツコールのような、 クリスマスツリーに飾り付けるキャンディーで、校舎はクリスマス期間中誰もがツリーから直接取って食べる。シルベスターにはビルシュリとヒラマメのスープを食べて祝う。年が明けると二日酔いを治すと言われるヒラマメのスープやコルヘーレベシを取る人が多い。フーシュベートの食事に特別な料理はほとんどないが、ハンガリー人の中にはトゥーローと卵から作るシャールがトゥーローという。 黄色く甘いチーズを作る人もいる。伝統的なボグラーチで作る、カ釜肉やシュテルテッドカーポスタナッツを詰めたクンデル、パラチンタ、チョコレートソース添えレ超定リサラーミドボシュ、トルタクグロフクルミと消しの実のベーグリキフリヒアした、ウニクムの瓶ハンガリーワインの歴史は、ローマ帝国の時代に遡る。その歴史は、スラブ人とゲルマン人の国の中間という位置に影響されている。 最も有名なワインは、都会の、都会と呼ばれる白いデザートワインとバラニャ県ビラーニーの赤ワインである。エゲルの王子の地という意味のエグリビカベールも有名で、その名の通り小市の色のような赤いワインである。赤すぐりワインのようなハンガリーのフルーツワインは、軽く、口当たりが良い味である。ハンガリーワインほど有名ではないが、ハンガリービールにも長い伝統がある。 ハンガリーの最も有名な酒は、薬草酒のビターズの一種、ウニクムと様々な果実のブランデー、パーリンカである。また注目に値するのは、ハンガリーのミネラルウォーターである。アペンタや、ケークーティなど21銘柄があり、爽やかな風味で美味しく、そのいくつかは、ミラやトランシルバニアのボルセーキのように、健康に良いとされていることである。トラウビ、またはトラウビ書ダは。 バラトンビラーご種で生産されるソフトドリンクである。ありがとうございます。